のほぼ全員の人と話してきたよ。話してない人がマジ一人だけいて。あ、出てません、出てません。ソファーと椅子二つで。がソファー席にいて、女の子二人が椅子の方に座ってて、そしたら女の子二人が飽きて1時間ぐらいで帰っちゃって。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。お疲れ様です。いいことづくめでしたね。かなりハードだったけどね、疲労困憊のまま。なんか配信者はすげえなと思ったよ。みんな元気だもん。仲良くなった人、仲良くなった人、俺やっぱね、カモノハシさんのね印象が強い。カモさんがずーっと一緒にいてくれて頼れる男だったし、ずっとチームのテンションを上げるっていうか、ムードメーカー的な役割で、チームのみんなも頼ってたしね、カモさんに。もうほぼ全員の人と話してきたよ。話してない人がマジ一人だけいて、ラムちゃん。俺ラムちゃんね、バインの時から見てるから、ちょっと照れちゃった。マジでラムちゃんだけ話してない。前流行った、その動画配信サイトで、6秒間だけの動画を配信するみたいなところでラムちゃんいたんだよね。その時から見てたから、ラムちゃんいるやんと思ったら、なんかちょっと照れちゃった。ホイさんとも話したよ。だみんな話したって。ジャスパーさんとも話した。いやでもやっぱり、でも俺はゲロさん嬉しかったな。控室行った時、ゲロさんいた時なんかちょっと現実感なかったもんね。ゲロさんも嬉しかったな。なんか俺のカラオケ配信とか見てたら分かるんだけど、バッっていうテンション、なんかハイテンションというか、高音な曲を歌うじゃん。そこになんで繋がるかっていうと、大石さんだったり、ゲロちゃんだったりの歌手の人たちの曲を聴いてるから、俺はああいうテンションが好きだよね。だから好きだね。大石さんは、他の人会ってないの、あれ。あれすごい、あれ、控え室がちょっと本番の場所から遠くて、みんなね、その休憩できるタイミングとかも席を立って、近場のトイレだったり、その控室まで戻ってくるの。で、俺控室に用事があって、控室に戻ったら、普通に帽子かぶってるお、なんかに、お兄さんいて、振り返ったらもう大石さんだな、普通に。で、大石さん、はじめまして。って言おうとしたら、もう俺、どもっちゃって、俺、どもることってマジないんだけど、もうどもっちゃって、あってなったら、あっちがね、大石さんが、あ、スタンミさんって言ってくれたの。おおえぇーってなって。でもちょっとなんか現実感もないし、もう有名すぎて、なんて言うんだろう、ちょっと逃げたいのよ。わかるかな、この感じ。なんかもうそわそわしちゃって、でありがとうございましたってポッ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 って走っていって、歩いていったんだけど、歩いてる時に俺どうしても伝えたいことがポッて思い浮かんできて、耳の聞こえなくなった、恋人とその歌うたいっていう、大石正義がカタカナになる前の大石正義の時にメガネをかけないで歌ってた PV の曲があんの。何年前か分かんないけど、結構前のその曲を好きっていうのを忘れてたなと思って歩いてたんだけど、引き返して、俺はねこの感謝をね大石さんに伝えられたのが嬉しいんだよ。で、大石さんそのままみんなに多分挨拶とかしたのかちょっとわかんないんだけど、もう俺が次来た時にはいなくて、ジャスに大石さんと写真撮ったよって言ったら、いつもの、あと仲良くなった人は、俺ゲロさんとも LINE 交換したし、あのね、今度サウナに行くことになった。あの人サウナ好きなんだよ。サウナの話したら一緒に行きましょうっていうことになって、で、ギアさんも行きたかったから、今度ちょっと大きめのサウナ会を開こうと思って。でね、その、もう一人仲良くなった人がいいの。意外な人なんだけど。ちょっと待ってね。知ってるかなぁ。この人なんだよ。コウスケさんって言います。あ、出てません。出てません。あの、乱入してきて、なんか、普
年生じゃなかったから、じゃああんまり話しかけるのもあれかなと思って挨拶してなかったんだけど、その二次会にも来てくれて、コウスケさんもいたんだけど、なんか一番端っこの方で飲んでたんだけど、4人席だったんだけどね、ソファーと椅子2つで、あのコウスケさんがソファー席にいて、女の子2人が椅子の方に座ってて、コウスケさんが独り占めしてたのね。でずーっと喋ってんので、なんかみんな、コウスケなんでお前女の子とずっと喋ってんだよみたいな言ってんだけど、呼んだからこれ、いじょもてて、みたいな言ってんの、何言ってんだこのゴリラはと思ってんだけど、そしたら女の子2人が飽きて、1時間ぐらいで帰っちゃって、帰りますとか言って、そこにコウスケさん、1人で取り残されて、ポツンとか言って、ソファー席に、女の子帰らせる RTA。やっぱ実況者だから、なんかうずいたんだと思う、どうしても。ボツンとしてたら、やっぱそこに現れんのがゲロさんなんだよ。コウスケさんがボツンとなってるところ、ゲロさんが来てくれんの、そういう時に。いやいや、気配りができんのね。で俺もそのコウスケさんの席と近かったから、ゲロさん、ゲロさん、あのこの言ってたじゃないですか、サウナ好きなんですよね、どこおすすめなんですかっつったら、この横にいるコウスケさんが、んサウナ、お名前は存じ上げてるんですけど、スタンミさんですよね、サウナ行くんですか。あ、はい、サウナ行くんですよ。からめっちゃ仲良くなってね、ゲロさん、ね、ゴースケとも行ったよねみたいな、ゲロちゃんが言ってて、で俺と二人で行ったんだよみたいな話で、じゃあ今度行きましょうよみたいな話になって、でその後水曜どうでしょう、もう好きなんですよ、ちょっと話全然違うんですけど知ってますかって言ったら、どうでしょう、あの人どうでしょう、大好きらしくて本当のゴリラになっちゃった、もう大興奮しちゃってさ、ゴースケさん1000回ぐらい見てるからねみたいな。飲み会でその長さとかじゃなくて、一瞬の最高出力を放ったのはこれ、マジで嬉しい、いろんな人と話してね、本当にラムちゃん以外も全員話してきた。とりあえずラムちゃんとは話してない。布団ちゃんと話したよ。布団ちゃんも LINE 交換しようって言ってくれて。で、布団ちゃんと写真撮ったんだけど、もうやりとりが。おい、写真くれよ、スタンミ。楽しみにしてるぞって来たの。いや、でも俺、布団ちゃんと写真撮ったけど、俺、布団ちゃんのスマホで撮ったよなと思ったの。布団さん。写真撮ったのはそもそも布団さんのスマホです。そっちが送るんですわ、布団さん。お詫びにチンチン送ってくださいって送ったの。マジかよ。嘘だねえぞって来たの。って言ったら次の日酔いが覚めたんだろうね。あったわ。2日間ありがとうなって来た。チンチン待ち今。あいつは送るぞ。あと印象、まあ全員がやっぱ配信者だから印象的で言うとみんな印象的だけどね。あとはやっぱりでも1日目のは天月さんかな。ぶっちゃけた話をすると、黄色チームってやっぱり俺たちってゲーマーだから、女の子男の子みたいなくくりができると、もう中学生の時みたいにね、あからさまにちょっとクッてなるのよ。わかるかな、中学生の男女ってさ、もうイチャってなんないでさ、ちょっとあるやん。で、それが俺たちも出ちゃうのよ。大人なんだけど。全然出ちゃうの。ギクシャクまではいかないけど、壁がある感じだったんだけど、その FIFA でみんな、うわーって盛り上がって、カモさんがもわーって走ってきてくれて、抱き合って。で、天月さんも一緒に抱き合ってくれてさ、ゲームというツールのパワー。そっからもう天月さんと仲良くなって、いや、何やって。俺、隣の席だったから。俺、隣、あの、一番端っこの席だったから、隣いなかったのよ。こっちしかいなくて、天月さんしか。天月さんといろいろ話して。あれはね、何がでかいかって、やっぱりモコウ先生なんだよね。ぶっちゃけて話をすると、やっぱり君たちにもらった材料っていうのが、配信者の面白いところってやっぱりイカれてるところが面白いじゃん。君たちの持ってくるのってイカれたシーンなわけよ。だから俺モコウさんのことはクソ人間だと思ったから、その、ちょっと警戒してかかってたんだけど、実際話してみると、めっちゃいい人だったね。最初はさ、もう、なんだろう。あの人身長ちっちゃいからぶっちゃけ。背中とかちっちゃく見えんのよ。でも、壇上の前でボケたり、画面の中でボケてたりするとね、もう背中がでっかく見えんのよ。本当に。
あ、これが大将なんだなと。なんか、一線引いてるというか、あんまりその人と交流するのが好きなタイプじゃないのかなと思ったけど、いつの間にかその控え室とかで、モンゴンさんの周りには人だかりができてるし、黄色チームがいつの間にか集まってるみたいな状況があったし、モンゴンさんの、あれだね、カリスマだね。何でもキャラになるしね。1日目が終わった後の裏ハイパーゲーム大会があったんだけど、それまでの間の休憩時間が結構長くて、モンゴン先生、そのローカロリーモードに切り替えてね、控え室で待ってたんだけど、顔がもう青くなっちゃって、真っ青になっちゃって。モンゴン先生、ウィーダー飲んだ方がいいですよ、つったら、もらうわ。ありがとう。飲んで。でも、その実際、その壇上に上がると、おもろいし、エンターテイナーとして最強だなとは思った。無敵なんだよね。最強な。どっちに行っても絶対面白くなっちゃうから。で、俺今日ね、俺外配信しようと思ったの。外配信で雑談しようと思ったんだけど、一つのコンテンツのために家の中からの配信にしようと思って。俺、ミャコさんのダイブのところをみんなで見たいんだよね。あの時って、ミャコさん何も言ってないの。ガチで。すごいのが。無言で、ボーイヨーン落ちた時もリアクションゼロ。これ裏話があって、ミャコさんに帰りよ、俺ミャコさんは最高だったと。本当に PUBG にあるクリップで、なんか、本当トップティアで面白いよって言ったら、ミャコさんちょっとシュンとしてて。練習したんだけどなーって言ってた。怖っ。みやこさんとまたなんかゲームできたらいいな。みやこさん系で言うと、あー、てかみやこさんの息子に会うの忘れてたね、そういえば。紹介してもらえばよかった。忘れてた。いや、ミスったな、それだけ。息子紹介してもらい忘れた。応援席来た？隣にいた？あ、やっぱ見えてんだ。俺あんな近かったけど分かんなかったわ。お前らには見えてたの。隣で見てたらもうそれはもう霊だろ。最高だよ、あの人は。